フランスプロバンス地方、名物は農作物と地中海の料理、美味しいワインと強い季節風だ。 F1 グランプリは本格的なヨーロッパラウンドに入り、ここポール・リカールに舞台を移した。フランスの国内政治の力関係で来年はマクニクールサーキットに移る。ポール・リカール最後のグランプリ。ミストラルは早春に吹く強い季節風のことである。しかしこの夏、サーキットに烈風が吹きつけていた。ポール・リカールのバックストレート、通称ミストラルストレートという F1 随一の 1.6 キロの直線である。風を呼ぶ、風に乗る、風を切る、マンセルは深紅の風となってミストラルを駆け抜けた。予選トップ、マクラーレン監督ロン・デニスは少々危機を感じていた。フェラーリはこのところ強い。セナをもってしてもマクラーレン MP4-5B のセッティングは大満足というわけではない。ホンダのエンジニアがフェラーリピットの前でメモを取っていた。フェラーリは予選用にタイプ037というニューエンジンを導入していたのだ。取り囲まれてしまった。何を書いてんだ、スパイしちゃダメだよ。メモは取り上げられた。I hope a very good chance. If we are reliable, then I think we're quite quick, and I think it's possible for Alan or for me to win the race tomorrow. 新たなドラマがスタートを切るわけであります。さあ、エキゾーストの音が高まったぞ。今のがついた。さあ、マセルが行きます。マセル、セラブルだ。そしてベラルの隣に行きた。さあ、どうだ、そうだ。中島、アグリは走るがどうだ。さあ、セラブルそんなに行っていない。マセルがトップだ。マセルがトップね。今、第1コーナー。1コーナーの立ち上がりでベルガートップに立った。ミストラルストレートに色彩の矢は放たれた。ベルが驚くほど速いペースでリードを奪う。オープニングラップは壮観だ。ピットクルーはこの隊列を見て自分のマシンがどういうレースをしてくれそうか判断する。さあ行け、行ってくれ。2周目、セナがマンセルを捉えた。あっさりと2位に上がる。しかしコーナーではマンセルが肉薄する。1位ベルガー、2位セナ、3位マンセル、4位ナニーニ。パトレーゼ5位、プロストは6位にいた。気温26度、路面42度、過酷な条件のもとタイヤも悲鳴を上げる。アレジは24周目にピットストップ。10秒39でコースへ。しかしこの直後、アレジはデフトラブル。故郷に錦を飾れなかった。プロストはパトレーゼ陥落に手こずっていた。しぶといパトレーゼ、要所要所で締める。プロスト先に出られない。後方からレイトンハウスのイワン・カペリが迫ってきた。プロストはこの状況を変えようとタイヤ交換に踏み切る。プロストの早めの読みは吉と出るか凶と出るか。クルーは7秒64の早技でプロストを送り出すことに成功。プロストはグージェルミンの後ろ8位。そして28周目、セナが行く。セナが先頭を取るか。インをつきました。セナがインをつきました。第1コーナーの突っ込みのところ、セナトップへ。すかさずマンセル、ベルガーを狙う。ベルガーはタイヤが限界に近い。今日はタイヤ交換レースになる。ベルガーマシンのピットクルーに託す。15人のクルーが一斉に作業に入った。しかし問題は左リア、他のクルーより手間取る。入らない。12秒73もかかった。30周セナが入ってきた。トップを明け渡し、またトップに戻りたい。スピーディーな作業を祈るのみ。先頭のセナピットイン。これで一旦マンセルが1位に浮上します。セナのタイムはどうでしょうか。4秒経過、5秒経過。左リア、左リアどうか。右リアタイヤ鬼門と言われているセナ、このところ最多から左リア、左リア、左リア、これは憎い。左リア、これは締めてことになっている。ああ、大変なことになった。16秒台、16秒62。ホイールとそれを受けるピンが熱で膨張する。その設計の値が甘く狂ったという手違い。困惑する左タイヤ担当。
32周目マンセル。マンセルタイヤ交換。マンセル当然セルがああいう状態になりました。ここでいいんでしょう。タイヤ交換です。さあフェラーリマジック。どんな問題？上位陣のピットストップが終わるとトップを走っていたのはレイトンハウスのイワン・カペリだった。ここ1、2年見たこともないレイトンハウスの首位だった。メカニックは見つめるだけ、タイヤ交換の素振りもない。プロストは悟った。そうか、レイトンハウスはタイヤを変えないんだ。パズルを解いたプロスト、グージェルミンにチャージ。グージェルミンの妻ステラ祈る。しかしストップです。グージェルミンが派遣を若干上げまして、レイトンのこのマシン、エンジンブロー、チャンスを逃す。声をかけるが、マウリシオは悔しさでいっぱい。妻でさえ手がつけられないこともあるのだ。意外な進展にフィオリオも驚く。マンセル残り8周、エンジントラブルで手を挙げ撤退。レイトンハウスは去年 CG891 というモデルで失敗、今年901を登場させた。フラットなこのコースに今日のマシン、タイヤ交換なしで走れば絶対にいける。チームの判断は正しく、カペリはトップで走れたのである。しかしさあ2人ついた、スリップストリーム高速コーナー C に移った。早い抜いた、インをついた、空気を繰り返したプロスト。オールリカールが湧く。プロスト残り3周でトップに立つ。帳尻は見事にあった。全く能率の良い勝ち方。フェラーリの記念すべきグランプリ100勝の瞬間でもあった。イワン・カペリ2位、手を振って泣き崩れる。恐怖するレイトンハウス、辛く長いトンネルを抜け6ポイントを獲得した。軽く1勝のプロストに比べ、カペリ苦節の末の2位は重い。日本のレイトンハウスと共に育ったカペリ、苦しい時でも笑顔で頑張った。88年ポルトガル以来の表彰台でイワンは思わず涙を流すのであった。プロストが勝ったが、ヒーローはカペリであった。 I mean after Mexico not qualified here in second place, yes I would like to come here again next week in Silverstone.